フォンタンカ川に架かるアニチコフ橋アニチコフ橋とは、ロシア、サンクトペテルブルクのフォンタンカ川に架けられた最初の橋である。現在の橋は1841から1842年に建てられ、1906から1908年に再建されたもので、シンプルな外観の中に凝った装飾も見られる。四つの馬の彫刻も知られているが、この鉄橋はペテルブルクでも、 有数の美しい高覧で名高い。またこの建物は、プーシキン、ゴーゴリ、そして、ドストエフスキーの作品でも言及されている。ビオトル大帝の命により最初の橋が1715から1716年に建造され、技術者のミハイル・アニチコフにちなんで名前が付けられた。複数スパンの目標が、フォンタン・カガワの真上にある指示グイに沿って建てられている。衣装は、 ドメニコトレジーニの手になるものだったが、今では最初の橋は面影もない。街が大きくなり、交通量も増えると、1721年に新しい羽橋を作る計画が公開される。18世紀後半に本担課川を渡して建てられたサンスパンの石造りの羽橋は7本あるが、アニチコフ橋はその一つであり、他にもロモノソフ橋やカリンキン橋が現存している。 当時からアニチコフ橋はネフスキー大通りの呼び物として、都に有名であり、挿絵や絵画などの題材としても人気があった。1840年代にはそれまでの18世紀の衣装、特にその大きな共闘が、ネフスキー大通りを通ってアニチコフ橋を通る人の数が増えている現状に合わないと判断された。1841から1842年に、 大通りの幅に見合うより広い橋が、陸軍中将の AD ゴッドマンの監督のもと、道書に建てられている。新しい橋は石造りで、なだらかに傾斜したアーチに区切られて3つのスパンが設けられた。素朴で簡潔な造りは、アニチコフ橋を縁取る重厚な中鉄製の柵と、翼はが、これはもともと、ベルリンの宮殿橋のために、カルル・フリードリヒ・シンケルが設計したものである。 しかし、石造りのアーチには、問題も多く、1906年から1908年にかけて、橋はもう一度、建て直され、アーチ部分も補強された。橋から望めるベロセリスキー・ベロゼルスキー宮殿、馬使いの像は、ロシアの彫刻家、ピョートル・クロートがデザインしたもので、ペテルブルクで最もわかりやすいランドマークと位置づけられている。このテーマはしばしばディオスクーロイのものとされる、 ローマのクイリナーレの丘にあることで知られた巨大な大理石像に由来するものだ。主題を同じくするマルリール・ロアに置かれたギオームクストによるバロック式の大理石像は革命の時にパリのシャンゼリゼ通りの広場から移されたものである。サンクトペテルブルクにあるこの馬遣いの彫像は興味深い歴史を持っている。今のものが置かれる1851年以前にも橋には ブロンズ像があったのだが、チャーリーである、ニコライ一世がそのうちの2体を1842年に、プロイセン王のフリードリヒビルヘルム4世に送り、1846年には、ナポリを訪れていたチャーリーが、もてなしの礼にと残る2体が送ったのだという。4つある馬の彫刻のうちの2つから下が抜かれる、という、はずべき事件を知った途端、ピョートル九郎とは絶命してしまった、とペテルブルクには、 逸話が伝わる。他にもクロートがあるブロンズの馬の尾の下に恐ろしい、自分の敵の顔を描いたという都市伝説が残っている。第二次世界大戦中の1941年、この橋がドイツ軍の激しい砲撃にさらされると、この彫像は台から下ろされ、アニチコフ宮殿そばの庭に埋められた。戦争中に橋は、 大きな損傷を被ったが、戦後に完璧に修復されている。当時の名残として、彫像の台座のところに砲撃の傷をとどめているものがあり、通行人にそれを伝える名板が添えられている。ペテルブルクが検討されること300年に先立って、像は橋から再び外され、修復が行われた。ドイツ軍の砲撃の後、 ベストブリッジ、2011年7月3日閲覧。デジタル大事戦の解説。コトバンク。2018年5月20日閲覧。ジュリー・エイ・バックラー、マッピング・ストリート、ペテルブルク、インペリアル・テキスト・シティ・シェイプ、プリンストン・ユニバーシティ・プレス、2004?ISBN0 から691113491、ページ143。ありがとうございます。